サムネイルに騙された祖母の君ボンバーイというわけで、はい、まあ、茶番だよこれ、うん、茶番なんですけど、中山グランドジャンプの予想をねします。はい、まあ、あの一昨日ね、あの中山グランドジャンプというか、まあ、おじいちゃんさんについて喋った動画を上げて、まあはっきり言ってそこで全部喋ってるから、これ撮る必要あんのかって思ったんですけど、まあ一応まあ予想動画、予想動画としてちゃんと撮るんだけれども、まあ今回の中山グランドジャンプなんですけど、見えちゃったんですよね、勝つのはおじゅうちょうさんだと思います。はい、まああのね、まあ普通に客観的に見てもこれおじゅうちょうさんでしょうがないんじゃないのかなって思ってて、そうじゃないですか。だって獺祭がいないし、名将獺祭がいないし、で前哨戦でね、おじゅうちょうさん任した2頭が出てこないんですよ。だからまあこれ順当でおじゅうちょうさんじゃないかなと。うん、まあ大障害コースになってきたらね、まあ他の馬より経験値も全然2段階も3段階も違うと思うんでね。はい、でまあ、あのこれちょっとすいません、まだちょっとね、あの仕事の関係上でちょっとあの撮る時間があの土曜日の出走までになかなか撮れないので、これ枠順出る前に撮ってるんですけど、まあね、障害 4250m だからあんま枠順関係ないと思うからね、あの浦和の戦力とかだったら別だけど、まあだからあのすいません、ちょっとまだ番号わかんないですけど、まあこの3頭でしょうがなくないですかね。うん、まあ、ブラザンダムールの方が上かなと、スタミナありそうで、でケンホファバルトが3番手、こうかな。もうこの3頭以外入ってくるようじゃないでしょう。9頭しかいないしね。あとまあビレッジイーグルとかはちょっとさすがにここからはちょっと2枚ぐらい力を取ると思うので、こうかなと思います。うん、まあね、まあ、まずはね前頭無事に回ってきてほしいんですけれども、まあ馬場もね多分やや重ぐらいになるかな、雨が降るか降らないか分かんないですけど、まああの高田純ジョッキーがね、あの昔ツイッターで言ってましたけど、パンパンの両馬場よりは若干湿ってる方があの馬にとってもね、あの安全、スピードが出にくいから安全だというふうにおっしゃってたんで、まあ全部無事に戻ってきてほしいかなというふうに思います。まあ、詳細はあの一昨日上げた動画リンク貼っとくんで、そこでねぜひ見ていただけたらなというふうに思います。まあ、僕現地ね応援に行くんで、もう受賞さん頑張ってほしいなというふうに思います。で買い目なんだけども、まあこの3頭、まあ、宇宙調査の単勝はまあなんかもうはっきり言って 1.67 倍だから、まあ、応援馬券的な意味合いしかなさないと思うんで、まあこれね、買うレースじゃない気がするんだよなこれ。うんそうね、だから障害レースなんでね、ドカンとぶっ込むのもあれだし、うん、まあなんだけど、まあしっかりと予想相手するのであれば、まあ3連単の50とこうじゃないですか。51着固定のブラザンダムル、警報ハバルトの裏表、これの2点かなというふうに思います。はい、というわけで、よろしくお願いします。